作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは1994年にバンダイがプレイディア向けに発売したドラゴンボール Z 新サイヤ人絶滅計画宇宙編です。はい、でまあこんな感じで、ね、でまあプレイディアなんでこういう作りになってます。で裏面でも表面から見ていくとドラゴンボール Z のロゴね。で対応プレイディア対応ソフトでバンダイで、QIS のロゴとあって、投影動画のね照紙がね貼ってますね。中側にビニールの中で紙に貼ってます。で新サイヤ人絶滅計画宇宙編のロゴね、タイトルサブタイトルね。で悟空がなんかカメハメみたいな来た感じの感じですね。早くハーしてくれよみたいな感じので、こっち向かってるからね、多分ダメージ食らうのはプレイヤーって感じで、で奥に敵がいますと。で裏面まあキャッチがあって説明文があって画面遷移があるのかな。地球編に続く第2弾 Z 戦士ついに宇宙へ。まだご飯が子供の頃、悟空たちサイヤ人に絶対絶命の危機が迫っていた。このままでは地球も危ない。ドクターライチを倒すため宇宙へ飛び出すのだ。迫力の映像、そして壮大なストーリーとバトルが君の判断でどんどん変化する。インタラクティブアニメの決定版がついに登場ってことで、まあ A ってあって、さあ出発だ、さあ出発だって感じのね状態から始まって、いろんな方向に、まあいろんなっていうか3種類、まあ、例であるんですけど、惑星があって、でここはオクター宇宙域、君の選ぶ星が運命の分かれ道ってことで、まあ分かれてるんだけど、なんか分かれてんだけど一緒になってる気もするし、 C になったら難所越えや鉄とのバトルで、 D に行くとついに出現ドクターライチ君はどう戦うってあって、でこの後の選択肢4つぐらい矢印があって、 E になるとヒッチハック出現、4タイプに変身、果たして君は勝利をつかめるか、アイテムや出会いなどによって対決するヒッチヒャックが大変身って言っても、結局ここに4タイプってあるからこのどれかなんでしょうっていうのがはっきり分かってしまいますね。でちなみにドラゴンボールですね、これが前半じゃないや、地球編で、これが今回の宇宙編ってことで、なんか画面のイメージだけ見るとこっちが暗いから宇宙編に見えるし、こっち明るいから地球編に見えるんだけど、逆です。こっち宇宙編です。よく覚えておいて、覚えておきましょう。テストに出ないね。はい、以上作館でした。